なるほど。アスペと自己愛性パーソナリティは共感性が弱いという共通点があり、アスペと HSP は感覚過敏という共通点があり、 HSP は共感性が強いという個性があるんだな。共感性が低いと相手の気持ちを読むことが苦手なため嘘がバレやすい。 HSP は共感性が高いので嘘をつくのがうまいし、嘘を見破るのもうまいということか。僕の体験だと、アスペで嘘ばっかり言ってる子は本当にバレバレの嘘を言っていた。例えば校長室に忍び込んで学校のデータを全て盗んでいるので学校の全てを知っているとマジで言ってる子がいた。そしてネットではエロアカやめろと大暴れし、自分がエロアカやってるのバレて逃亡するやつもいた。今回の主人公は仕事なーい、金ない、借金で付属な自殺だ、うん涙止まらないと言ってきたが、パチンコやギフトや課金などでどうもお金がないような使い方ではない、嘘くさいっていう違和感をずっと持っていたが嘘だったということが判明したやつです。そして僕の知り合いの子で、音やタバコの匂いなどパチンコ屋みたいなところが苦手で頭痛になっちゃう子がいるんだけど、この子が本当の HSP なんじゃないか。なんかたまにその自称 HSP の自己愛性パーソナリティとかいるらしいけど、よし本編スタート。ここは地球防衛基地。エロアカバレ作という怪獣の弱点が見つからない。データはいろいろ調べたが、隊長、面白い妖怪を発見しました。データを見てください。むむ、これは確かにヤバすぎるデータだ。こんな大暴落見たことがない。この妖怪をエロアカバレ作にぶつけてみたら倒せるかもしれん。なるほど、嘘つきと嘘つき、自己中と自己中を戦わせるわけですね。そうだ。タカ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 、バキューン、タカ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 タ、嘘つよちゃん、嘘つき怪獣、体重17mg、2年間ヌミアンを仕事ないからない、借金の付属と自殺と、うん涙止まらない、全部嘘ですって騙し続けた妖怪。召喚だ、バキューン。エロアカバレ作、恋人いない歴イコール年齢怪獣、体重3万トン、4年間ヌミアンの暗示をし続けたヤバいやつで、エロアカやめろとフォロワーを攻撃していたが、自分のエロアカがバレてブロックして逃亡した先でナーンナーンと泣き続けた怪獣である。ナーンナーン、うわー出た、エロアカバレ作だ。わけがわからない引用ツイートしてきて、へりくついてアンチしてくるぞ、気をつけろ。ダダーン、大怪獣頂上決戦。ダダーン、大怪獣頂上決戦。た、隊長、ウソゼヨちゃんが細すぎて殺して、死ねて、三段バラのバラ作に勝てる気がしません。ぬーん、ぬーん、ぐぬぬ、大丈夫か。ふにゃーん、ぬーん、ぬーん、ぬーん、チコチコチコ、あらま。
わーい、やった、なんか知らんが倒したわい。自己中パワーは互角だけど、魅力はアンチより上だからね。ウソズヨちゃんが勝ってしまった。毒を持って毒を制す。終わり。